こんにちは、腹落ち接骨院院長久松です。本日の動画は首をもし痛めてしまった場合のセルフケアについて、それについて、お教えしたいと思います。今までセルフケアとして肩甲骨のストレッチや前腕のストレッチをやりました。それに並行して首のセルフケア、首を痛めた場合はどうすればいいか、当然しかるべき医療機関、病院なり治療院なり行くのは当然としてですけども、自分でどういうことをやった方がいいかわからない方に対して説明をしようと思います。それではモデルの方どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、今日首やっぱ調子悪いですかね。そうですね、ちょっと怪我をしてしまってここら辺がしびれている感じがします。わかりました。首および肩の関節にどういう感じになってるかチェックさせていただきますね。はい、で顔だけ右向いてみてください。顔だけ、はい、まあまあ向けますね。じゃあ左向いてみましょうか。左ちょっときついですね。ちょっと分かりました。はい、戻してください。で上向いてみましょうか。あ、上まだいいですね。分かりました。いいです。下向いてみましょうか。下きついです、ね、ちょっとここも痛い感じです。分かりました。じゃあこの手の上がりチェックしましょうね。まずは左手このぐらい、右手上げてみましょう。明らかに左の方が動き悪いですね。やっぱ痛みって言ってるのも左側ですか。そうですね、ちょっと今バンってやられただけでも痛かったです。痛かったですか。痛むのはこの辺ですよね。そうですね、はい、そこのところです。はい、まず最初の処置、一番最初は基本としてアイシングです。痛めた時というのはほとんど炎症を起こしてしまう時が多いです。ですからアイシングをします。この方の場合でしたらこの辺りが痛いということなので、ここにアイスノンをつけて、ちょうど下にアイスノンを引いて上に寝るような形にしてください。よく私が見てる患者さんで冷やしてくださいと言ったら湿布を張って冷やしたという人がいます。実際湿布を張っては冷えません。ただ中にある鎮痛消炎剤の反応があって炎症が静まってはいきますけども、冷やすということに関しては全く別です。冷やすというのは冷却すること、温度を下げることですから、アイシングするのが冷やすということになります。ここにアイスのをつけて、アイスの上だいたい15分から20分アイシングしてください。それでアイシングして、少し休む、だいたい20分ぐらいで、また20分冷やす、そういうのを何回か繰り返すと痛みが引きやすくなります。そしてもう一つ大事なこと、当然痛めてしまった時というのは炎症が起こります。そのためにアイシングをします。ですからお風呂には入らないでください。シャワーぐらいにしてください。よく私が見てる方でも温めてしまって悪化させたという方が非常に多いです。ですからしっかりアイシングをしてお風呂で温まらないように注意してください。それでは今度はセルフケアとしてのストレッチですね。ストレッチは以前動画でも紹介したものいくつかありますけども、まずは肩甲骨を動かす体操で曲げてみましょうか。両手曲げてみてください。これで前に20回回しましょう。はい、いいですよ。今度は後ろに20回回しましょう。はい、いいですよ。これは以前動画で紹介しているので、見直してください。今度は肩甲骨の体操第2弾、腰に手を当ててください。で、肘を前で合わせるように、これ20回で、いいですよ。親指の向き反対にして、こっち前で20回はい、いいですよ。と肩甲骨の体操を3種類やること、そしてこれをまた、ね、動画で紹介します。前腕のストレッチ、前腕のストレッチですね。まずは手を曲げている状態、肘を曲げている状態で手首を前、今度は指先を伸ばすイメージですね。今度は反対、手首を反らす、これも、ね、曲げた状態。今度は肘を伸ばして前腕を、この時も手首を曲げるんじゃなくて指先意識して、指先意識することによってこの前腕の時に負荷が深く伸びます。今度は手を反対にして反らす。そう、大体これ10秒から20秒ぐらい。で、今この方左だけやりましたけども、左の首痛めても両方やれるようにしてください。全体のバランスが大事になりますので、痛めてるとこだけやればいいやっていうわけではないです。両方やってください。というストレッチ。で、今回新たに紹介するのは、セルフケアとして、痛みが出てるツボ、ポイント。その部分は、痛いところは触ってはいけません、基本的に。痛いところではないんだけども、この部分を押すと、回復しますので、そのツボを押圧します。それをセルフでやっていただきます。まずは1つ目は、
鎖骨がここにあります。鎖骨の真ん中から下に下がったところ、ここに大事なポイントがあります。そこを自分で押してもらいます。ここねちょっと触るとね痛い感じがありますけども、自分ではそんな痛くは触らなくていいです。ぐーっと触ってちょっと圧をかける感じ、これを30秒、まあ、やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、離してください。今度は2つ目は今度は脇の下、痛めた側の脇の下、脇の下の真ん中の部分に硬いところがあります。これを自分で探して、まあ指、人差し指と中指でもう手繰るような形で、でここを触ります。でまあグイグイやらなくてもいいです。圧迫してこれ30秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、いいですよ。今度は3つ目はこの手の方、手の甲なんですけども、合谷と言われる有名なツボがあります。どこか、この親指の端っこから下に降りていくライン、そして人差し指の端っこから下に降りていくライン、そのラインがそれぞれ交差するところ、 V の字になっているところ、ここにあります。これ押すと結構痛いんですけど、これを自分で親指の方がいいかな、はい、親指でどちらかというと真下ではなくて、少し人差し指側に入れていきます。こっち側ってことですか。いや、こういう方向ベクトルですね、はい、こういう方向ね、ちょっと痛いです、はい、まあその無理はしなくていいですよね。これを30秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、いいですよ。そしたらですね、これで首、肩の動きどうなったか、チェックしてみましょう。じゃあカメラさん、じゃあ正面の位置に戻ってください。それではですね、じゃあまず右向いてみましょう。あら、右を向けるようになりましたね。はい、はい、戻して今度は、ね、苦手だって左向いてみましょうか。行きますね。まあ、硬さはありますけど、動きは明らかに良くなりましたね、うん、はい、戻してください。じゃあ苦手だったら下向いてみましょうか。下で動いて、今度は向けますね。ちょっと痛みありますけど、まあね、セルフケアでこのままいけば同じだと思います、うん、はい、じゃあ今度は横にね、向いて手の上がり、ちょっと左がね、動き悪かったですね。さっき、もう大体ね、地面に対して直角ぐらいしかいかなかった。今度は、あら、行くようになりましたね。いいやつは。よっしゃ、よっしゃ、ね。ということで、セルフケア。今日はね、この鎖骨の下のポイント、そして脇の下のポイント、そしてこの手のポイント。この3つ、3箇所を自分で30秒押すだけで改善しました。さらに、ストレッチを やること。やるによってもっと効果がある。当然アイシングすること、それによってさらに効果があります。ということで自分でもできることでいっぱいありますので試してみてください。そしてさらに効果を上げるには、私が、何回も、まあ、動画でやった整体枕、非常に有効です。もし興味がある方はそちらの方も、私の方に声かけてください。でまた何か動画の方でこういう動画が見たいというリクエストがありましたら、また、書き込み、私の方に連絡いただければ、答えますので、リクエストもよろしくお願いします。では今日はこんなところで。